西田厚人氏は、日本の実業家。学位は、法学修士。なの、そうは、旧事態のため、報道等においては、西田厚人氏とも表記される。株式会社、東芝取締役代表執行役社長。株式会社、東芝取締役会長。社団法人日本経済団体連合会副会長。学校法人沖縄科学技術大学院。大学学園理事。 公益財団法人国際研修協力機構、代表理事会長などを歴任した。東芝のイラン現地法人にて採用され、31歳の時に東芝本社に入社。日米、王にまたがる東芝の海外 PC 事業を長く担当。海外現地法人出身、PC 部門出身でありながら、PC 部門における顕著な功績によって、伝統的に、 充電部門出身者が徴用される、東芝のトップにまで上り詰めるという異色の経歴を持つ。東芝ヨーロッパの上級副社長時代には、欧州で、東芝のノート PC のセールスマンとして、ノート PC の黎明期である、この時代に、欧州で、東芝ブランドを確立させ、1986年には、東芝をノート PC 市場で、世界一位のシェアにのし上げる。 東芝アメリカ情報システム社の社長時代には、コンパックショックによる PC の急激な低価格化に揺れる東芝アメリカの PC 事業を立て直し、1993年に世界2位に転落した東芝を、翌1994年には再び世界一のシェアとする。西田の働きにより、東芝は1986年から2000年の長期にわたってノート PC 市場で、 シェア世界一位を維持するという極めて強力なブランドを確立するに至った。アメリカ時代の上司だった西室泰三に徴用され、東芝の海外におけるパーソナルコンピューター事業を起こした功績者の一人として、1995年に東芝本社のパソコン事業部の部長に就任。その後は取締役となり、常務、常席常務、執行専務を経て、2004年には、 赤字となった東芝の PC 事業を立て直すべく PC 事業を担う社内カンパニーのトップに就任。わずか1年で PC 事業を黒字に転換した功績が評価され2005年に東芝の社長に就任した。社長在任中、社内に過剰な業績改善を指示し、出身母体であるパソコン事業に圧力をかけた結果、 同事業の利益は50億円水増しされることになった。これ以降、東芝では利益の水増しが状態化することとなった。また原子力産業とメモリー事業の二つに経営資源を集中させる選択と集中を推し進め、2006年には大手原発メーカーのウェスチングハウスを6400億円で買収することを決断したが、これによって東芝が世界一の 原発メーカーになるという原子力ルネッサンスの目論みは福島第一原子力発電所事故によって崩壊。2017年には東芝を債務超過に陥れることになったため東芝崩壊の先般の一人と後に目される。2009年代表権のない会長に退く族が公認の社長である佐々木則夫とたびたび対立し佐々木社長派と西田西室派による 派閥争いによって福島原発事故後における原子力見直しの時代の動きに揺れる東芝をさらなる混乱に陥れた。2014年には相談役に退くが社長在任中の利益水増し問題が発覚して隕石辞任した。自らが育てた PC 部門も売却が取り渡されるなど東芝の解体が進む中2017年12月に死去。 73歳坊津三重県出身。三重県立大和瀬高等学校を経て、1968年3月に、早稲田大学政治経済学部を卒業し、1970年3月に、東京大学大学院にて、法学政治学研究科の修士課程を修了した。大学院では、福田寛一の指導の下西洋政治思想史を研究した。学生時代に、 日本政治史の研究で来日したイラン出身の女性と出会い、恋に落ちて結婚。イランに渡り、東京芝浦電機と現地資本の合弁会社に入社。1975年5月に東京芝浦電機に入社する。2013年1月26日、世界経済フォーラム年次総会にて1984年3月から1992年4月にかけて、 東芝ヨーロッパの上級副社長を務め、パソコン事業の創始に携わる。1992年4月に、東芝アメリカ情報システム社の社長に就任すると、業績不振に陥った、アメリカのパソコン事業を1年で立て直す。1995年6月に、東芝のパソコン事業部の部長に就任すると、1997年6月まで、双方を兼任した。 1997年6月に取締役となり、1998年6月から2000年6月まで常務、2000年6月から2003年6月まで常席常務を務めた。2003年6月には取締役執行専務に就任した。パソコン事業を起こした功績者として社長候補の本命となる。2003年度にパソコン事業が赤字に転落すると、 西田が手腕を発揮。2003年度第3四半期に142億円の赤字であった決算を2004年度期に84億円の黒字に転換し、驚異的な回復を果たす。これが決め手となり、2005年6月に岡村正に代わり東芝の社長に就任した。なお、岡村は会長に就任した。2009年3月、 サブプライムローンを発端とした世界金融危機により2009年3月期決算で2800億円の赤字に転落した結果2009年6月の株主総会後に社長職の退任と会長への就任が発表された。なお、東芝が設置した第三者委員会の調査により社長在任時に出身母体であるパソコン事業幹部に対し圧力をかけた結果 2008年に50億円の利益水増しが行われたことが明らかになっている。公認の社長には佐々木のリオが就任したが、西田と佐々木はたびたび対立した。2013年の役員報酬は1億2700万円。2014年6月25日に会長から相談役に退いた。2015年、社長在任当時の利益水増し問題が明るみに出て、 同年7月21日に相談役を隕石辞任した。なお、2010年6月より、日本元年にて監査役を兼任し、2014年6月からは、商船、三井の取締役も兼任していたが、2015年7月21日に、双方とも辞任した。また、東芝での役職以外にも、いくつかの公職を務めている。2011年から、 デジタルコンテンツ協会会長。2013年3月には、第2次安倍内閣が発足させた日本経済再生本部において産業競争力会議の代表幹事に就任した。2014年10月には沖縄科学技術大学院大学学園法に基づく特殊法人である沖縄科学技術大学院大学学園において理事に選任された。 この特殊法人は国が運営資金を提供する特別な私立大学と位置付けられる沖縄科学技術大学院大学を設置運営する法人である。なお、2015年7月22日付で同法人の理事を辞任している。また、経済三団体の一角を占める社団法人である日本経済団体連合会においては2009年5月より、 副会長を務めた。その他、科学技術と人類の未来に関する国際フォーラムを運営している STS フォーラムの理事や技能実習制度、研修制度の適正かつ円滑な推進を図る国際研修協力機構の会長なども務めた。なお、2015年7月24日付で国際研修協力機構の会長を辞任している。 2017年12月8日午後1時53分、急性心筋梗塞により、東京都内の病院で死去した。73歳ボーツ、東芝により12月9日に、その死去が明らかにされた。2013年1月26日、世界経済フォーラム年次総会にて2013年1月26日、 世界経済フォーラム年次総会にて2013年1月26日、世界経済フォーラム年次総会にて、ツイッターに東芝西田名義のアカウントが登録されており、会長としての視点からビジネスのあり方についての考えなどが綴られていた。そのため、日本の製造業では珍しいツイッターを開始した経営者だと思われていたが、記者の取材に対し東芝広報室では、 西田本人のアカウントではないと回答した。その後、同アカウントは何者かによるなりすましであることが判明し、削除された。ありがとうございます。